ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。今日も堀江さんに質問に答えてもらいたいと思います。それでは今日の質問です。堀江さんは大きなプレッシャーやストレスがかかることも多々あるかと思いますが、それらを軽減されるためにどのような対処法を持っているか教えてくださいという質問です。はい、はい、今日も質問に答えていきたいと思いますけれども、うん、昨日に引き続いて、はい、ゲストは今日のゲストは鎌田ひろ子さんです。いや、鎌田ひろ子です。よろしくお願いします。お願いします。いや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 、ラストデーです。寂しいな、寂しいな、この DVD ね、すごいすごいな、エロいな、この色気がね。比べないで、比べないで、寺田さんからね。種類が違うんで。あ、そう、そう、種類が違う。種類違うんだ。同い年だけど、うん、種類がね、種類が違うんで。そうなんだ、違うところに生きる生物なんだ。そうそうそう。ホリエモンチャンネル。ということで、はい、私はこう答えました、うん、質問の方ね、飲みに行ったり不満をぶちまけたりしてストレス解消、寝て忘れるっていう、うん、どうなん、みんなストレスそうやって解消するんじゃないの？いや、そうだと思いますよ。どうやって解消してますか？寺田さんストレスになったりとかするの？うん、するする、全然する。あ、そう、ストレスだらけですよ。あ、そうなんだ、うん、ストレスだらけの現代人だ。そうです、そうです。でも寝て忘れますね。めっちゃ出ますよね。うん、だから突然連絡取れなくなっちゃったりとかするんですよね。はい、あ、これ絶対寝てんな。だいたい16時間とか寝てます、そういう時。はい、どうですか？でもストレス溜まったりしたら、でもなんか一人で家で飲んでたり、一人で家飲み、家飲みとかするんですか？仲間、仲間、ね、仲間です。一人で飲みますよね。飲まねえよ。飲みますよ。俺は絶対飲まない。堀江さんは外で飲むからですよ。俺はもう絶対家で一人とか絶対無理です。なんか一人で飲んでる方がなんとなく発散できますよね。発散です。それで電話したりとか、人に。なるほど。私なんか人に関わると発散できないんだよな。あ、あれだよね。あ、そうなんだ。気使っちゃうんだ。そう、飲み終わった後ももうグテーンってなりたいんだよね、多分ね。なりたい、うん、だからノーメイクで家でパジャマ着てガーみたいな感じでしょ。すっぴんで飲んでる方が楽ですね。うん、あ、大変ですね、女の子は。はい、うん、ということで、はい、今日も質問終わりましたので、はい、最後告知をね、はい、最後なのでラスト告知、はい、の告知をさせていただきます。はい、ラブドールという DVD を発売中です。はい、あと4月中旬に写真集を発売するので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、寺田さんは、はい、4月25日から29日まで池袋のボックスインボックスシアターでキャットミント大佐の偽れという作品に出演させていただきます。ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。絶賛チケット発売中です。お願いします。はい、ということで、はい、今日も終わります。はい、ありがとうございました。山田さんは今日でヒロピョン最後です。ヒロピョン最後、ありがとうございました。ありがとうございました。またあの機会があったらよろしくお願いします。また呼んでください、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、はい、ベルマガの登録はこちらへ。ホリエモンチャンネル。YouTube チャンネルもよろしくね。